こんにちは、春風ツアーです。春のオーロラ、カナダホワイトホースとイエローナイフをご案内しています。今回はオーロラデビューのお客様へ、その3、1日のスケジュールはです。まずは地図をご覧ください。中央の赤い丸がイエローナイフ、画面左側、西側の赤い丸がホワイトホースです。1日のスケジュールと申しますと、この地図の右側に書いてありますが、まず空港到着されますとガイドが迎えに出てホテルまでご案内します。そして夜10時ぐらいにホテルからオーロラを見るための施設、オーロラ小屋に行きます。オーロラ小屋というのはオーロラを見るための施設で、その中はとても暖かいです。で、オーロラが出た時だけ外に出てオーロラを見るというスタイルです。この中にはコーヒーとかお食事があって、無料有料でいろんなものがサーブされています。まあ、簡単なお食事ですね。そしてだいたい3時ぐらいまで、夜中の3時ぐらいまでそこにいて、でその後ホテルに戻ります。これがオーロラツアーの簡単なスケジュールです。ただ車での移動に関しましては、他のお客様と同じ根性になります。もし専用車ですとか、こういうオーロラのを見るための小屋ではなくて特別なロッジがご希望される場合にはお問い合わせください。この地図で言いますと、ホワイトホースの周りちょっと緑色になっているところがありますけれども、ここがだいたい市街地です。ですのでオーロラ施設はだいたいこの地図で言うと外側の白いところ、距離で時間で言いますとだいたい30分から40分ぐらい片道離れたようなところにございます。春風ツアー、春のオーロラ、カナダホワイトホースとイエローナイフをご案内しました。